今さらカッコつけてらんねえという曲歌わせてもらったんですけども、僕たち活動始めて、まあ、昭和と同じ日に生まれたんですけども、もうすぐ1年になります。本当にね、昭和も祭りもさまざまな経験を持ってきたメンバーが最後のチャンスだと思ってこの2チームに本気で挑んでいます。そしてやっとここまで来ました。もうすぐどちらかがメジャーデビュー、これはね本当に僕たちにとってはすごく大きな新たな、ね、道でもあるし、仲間として一緒にやってきたメンバーの、ね、としてはすごく辛いところもあるんだけども、でもやっぱり対決となったからにはやっぱり正々堂々とね、お互いね真剣でやり合うのが礼儀だなと思ってるんで、そこはね両方応援してくださる方もたくさんいると思うんですけども、どうかね本当に皆さんの気持ちでジャッジしていただけたら嬉しいなと思います。僕たちも真剣に昭和と向き合うために本気で勝ちに行ってます。こっちの方がありがとうございます。こっちの方がねなんか経験者も多いし実力型みたいなテレビの見え方もあったかもしれないけど、僕たちもダンス初心者がほとんどだし、その中でね昭和に負けないようにずっとトレーニングを積んできました。来週の、ね、月曜日ですね、ついにテレビ投票が始まるんですけども、ぜひ皆さんこのね対決をしっかり盛り上げて、祭りも昭和も勝っても負けても悔いのない戦いを一緒に作っていきましょう。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。以上。